こんにちは、こんばんは。ゆっくり霊夢です。ゆっくりマリサだぜ。うぷ主のサキクマです。さて今回は、マリー・アントワネットの進化で友人だった、ポリニャック夫人です。マリーの動画の頃から、多くリクエストいただいておりました。ありがとうございます。ポリニャック夫人の従来のイメージを知っている方は、驚いてしまうかもしれないな。私も調べててびっくりしました。フランス王妃に見出され、貧乏貴族だった彼女の人生は華やかに一変します。しかし世界は突如崩れ去り、時代の激流が彼女たちを飲み込みました。彼女は、主人を見捨てて逃げた裏切り者だったのか。怒りと焦燥と悲しみと、願い。歪められた歴史。ポリニャック夫人のお話です。ポリニャック公爵夫人、ガブリエル・ド・ポリニャックは、1749年9月8日、フランス、パリで生まれました。父はジェン・フランソワ・ガブリエル・ド・ポラストロン。母はジェンヌ・シャルロット・エロード・ボークレソン。彼女の本名は、ヨランド・マルティーヌ・ガブリエル・ド・ポラストロンですが、幼い頃からヨランドではなく、ガブリエルの名で呼ばれていたそうです。彼女の一族は古い家柄の、由緒正しい貴族でした。しかし父が作った多くの借金に悩まされ、生活は楽ではありませんでした。ガブリエルが3歳の時に母が亡くなり、父は育てられなくなった娘を、姉であるアンドロー伯爵夫人に託しました。アンドロー伯爵夫人は彼女を大切に育て、ガブリエルの少女時代は幸福なものだったそうです。ガブリエルが成長すると、両家の子女の慣例に習い、おばは彼女を修道院の寄宿学校に入れました。ガブリエルはどの学問も意欲的に学び、とても優秀な生徒だったと言います。やがて彼女は、魅力的な少女へと成長して行きました。白い肌と深い色味の黒髪、瞳は大きく澄んだスミレ色。そして天使のような笑顔。彼女のその美しさは、まるで甘美な果実のようだと称えられました。綺麗、確かに。1767年7月7日。ガブリエルは17歳の時に、3歳年上のジュール・ド・ポリニャック伯爵と結婚。彼女の嫁いだポリニャック家は、代々フランス王家に仕えた名門貴族でした。ちなみに夫の曽祖父ヌベイレ公爵は、マザランスーキ卿の甥で、以前の動画、マザリネットたちの弟にあたるんだよ。そして、モンテスパン公爵夫人の姪と結婚しているんだ。ひぃ、こんなところにモンテスパン公爵夫人。しかし権力闘争に負け、失脚など不運が続いたポリニャック家は、衰退の一途をたどっていました。借金もかなりあったらしく、ガブリエルは苦労の絶えない生活を送ります。家同士が決めた結婚で夫婦仲は冷めていましたが、翌年の1768年には長女アブラエを産み、1771年には長男アイマンが生まれました。質素でつつましい生活を送っていた一家でしたが、やがて、その両手に抱えきれないほどの幸運が、彼女の上に降ってくるのです。1775年、国王ルイ16世の弟、アルトワ伯爵の妃の旅館をしていた、夫ジュールの妹ディアーヌに招待され、ポリニャック夫妻は、ベルサイユ宮殿で行われるレセプションに参加することとなりました。そこでガブリエルは、運命の出会いを果たします。フランス国王ルイ16世王妃、マリー・アントワネット。大勢の参加者の中にガブリエルを見つけたマリー・アントワネットは、彼女のあまりの美しさに、目がくらむような感覚がしたそうです。マリー・アントワネットは、ガブリエルと話し親しくなるうちに、彼女の気取らない、自然体でのんびりした性格も気に入ってしまいました。そしてガブリエルに、ベルサイユへ移り住むよう誘ったのです。しかしガブリエルは、自分には経済的余裕がなく、宮廷で生活できるような資金もありませんと言って、マリーの誘いを丁重に断りました。え、家賃取られるの？月いくら？ペット飼っていいの？家賃は取らんだろうが、ベルサイユに住むということは、折々のイベントごとへの参加が義務付けられるからな。その際に必要となる大量の衣装や装飾品、使用人の給金や、部屋や家具の維持費は莫大だ。ペットは飼っていいですか？猫ちゃん飼えますか？その他にも貴族同士の様々な付き合いの出費など、数えたらキリがない。猫ちゃん飼えますか？うるせえな、ペットは飼って大丈夫だ。女神様。マリーの誘いを断ったガブリエル。ですが、はっきりと自分の経済状況を話したガブリエルに、マリーは感激してしまうのです。いつも虚栄心のゴンゲのような宮廷人たちばかり見てきたマリーは、自分の恥を打ち明けたガブリエルの正直さに、感動すら覚えました。
そして、この素直で美しい女性をどうしてもそばに置きたくなったマリーは、費用はすべて自分が持つから、ベルサイユに来てほしいと熱烈に勧誘したのです。さらにポリニャック家が抱えていた借金もすべてマリーが肩代わりしました。太っ腹だね。ちなみにフランスの財政費の車な。お友達に軽く国費投入しないであげて。マリーはガブリエルに莫大な支度金を与え、夫をベルサイユでの王室付き馬頭に任命します。これには多くの宮廷人が驚き、そして彼らの反発を招きました。中仏オーストリア大使は、マリーの母マリア・テレジア皇后への手紙で、こんな短い期間に、これほど巨額の金がただ一つの家族に与えられた例はありません。と、マリーの非常識さを訴えています。ポリニャック一家の住居は、マリーの部屋の近くに与えられました。どんな長身でも、4部屋までしかもらえないベルサイユ宮殿でポリニャック家はなんと、13もの部屋を与えられたそうです。いや使い切れんやろ。多くの反感と嫉妬を買う中、ベルサイユにやってきたガブリエルですが、彼女はあっさりと、マリーの取り巻きたちに溶け込みました。ギスギスするような人間関係でもガブリエルは波風を立てず、常に明るく振る舞います。機転の利く賢さで人間関係をコントロールし、王妃の取り巻きサークル、プチキャビネの中心人物となって行きました。ガブリエルは、ルイ16世や、マリーの遊び仲間だった国王の弟アルトワ伯にも気に入られます。マリーは彼女やその一族を優遇し、ポリニャック家は国王夫婦に大きな影響力を持ち始めます。王妃の寵愛を傘に贅沢し放題のガブリエルは、その傲慢さで貴族たちの憎悪を買って行きました。しかし、そんなことお構いなしで、ガブリエルはパーティーに仮面舞踏会にギャンブルと、マリーと共に贅沢な遊びに興じます。マリーとガブリエルの間には、同性愛の恋人だったという噂もありました。これは反王室の勢力が流したデマだとも言われていますが、二人が交わした手紙には、死だけが、私にあなたを愛するのをやめさせることができる。という、激しい恋心のような内容が残されているのです。疑似恋愛的なものもあったかもしれんな。だがその後、恋人だったフェルゼンがフランスに戻ってきて、彼らの恋が再燃したと言われている。まだ二十歳前後だったマリーが、6歳上の美しいガブリエルに抱いた淡い憧れは、落ち着いた大人の友情に変化していったのかもな。乙女の恋の園ではなかったのか？え、何言ってるの？何言ってるのこいつ？だって映画では二人が尊かったもん。フェルゼンとはプラトニックという説も有力です。ワンチャンありますぜ親分。え、何言ってんの？割とマジで何言ってんの？1780年に夫ジュールは公爵の称号を授与され、ガブリエルはポリニャック公爵夫人となります。同じ年の5月に、次男ジュールが誕生。そして長女アグライを屈指の大貴族ギーシ公爵に嫁がせたのですが、この時娘は12歳な。ポリニャック家ゴルア。しかしその際に、ルイ16世が莫大な結婚資金を用意したことで、宮廷人たちのさらなる嫉妬と恨みを買います。ガブリエルの悪評はパリの民衆にも広まり、人々の怒りを煽って行きました。そのほとんどは、彼女に嫉妬した宮廷人があることないこと、流したと言われているんだよ。毒されが。1782年には、ガブリエルは王室の女官総監に任命されます。しかし、もともとこの女官総監の地位にいたのは、ランバル公妃という女性でした。彼女も同じくマリーの友人であり長身で、くしくもガブリエルと同じ年、同じ誕生日だったそうです。ちなみにガブリエルの夫ジュールのもう一人の曽祖父、ノアイユ公爵の娘が、モンテスパン公爵夫人の息子と結婚し、その孫にあたるのが、ランバル公妃だよ。どこに逃げてもモンテスパン公爵夫人ゾンビみたいに言うんじゃねえ。彼女はマリーに対して忠実な臣下ではありましたが、真面目でおとなしく、面白みがない女性でした。美しく、カリスマ性があり、抜群のトーク力を持つガブリエルに夢中となったマリーには、ランバル公妃は、つまらなく感じてしまったのです。マリーの長身の地位を奪われたランバル公妃は、静かに身を引きました。ガブリエルを恨むこともなく、その後もマリーへの忠誠は揺らがず、一途に彼女に仕えたのです。ランバル公妃。おなあごのー、友情ほどー、はかなーい、ものはなーい。あ、スタンバイ始めた。ララー、ララー、ララー。なんであなたも歌ってるんですかー。ガブリエルはマリーの子供の教育係を任され、ますます二人の信頼関係は強固なものとなっていました。
ルイ16世でさえ許可がなくては訪れることができなかった、マリーだけの城プチトリアノンに自由に出入りが許され、プチトリアノンの敷地内に、彼女専用のコテージまで与えられました。穏やかで、幸福な世界。しかし、パリの街では王妃と、彼女の取り巻きたちが贅沢を享受し、民衆を苦しめていると、憎悪の声が渦巻いていました。人々の怒りはポリニャック家へも向けられ、ガブリエルについてのあらゆる誹謗中傷がばらまかれました。そして1789年、フランス革命勃発。バスティーユ襲撃後、パリの民衆は暴徒化します。散々悪評を流されたことで市民たちの仇となっていたガブリエルや、マリーの取り巻きたちは、民衆から命を狙われる危険がありました。マリーは自身の友人たちに危険が及ぶことを危惧し、彼女たちにフランスから離れるよう促します。ガブリエルはマリーの元に残りたいと訴えましたが、マリーはそれを許さず、ガブリエルに、家族と共に逃げるよう諭しました。マリーはすでに、ガブリエルたちの逃走用の馬車を用意していたのです。彼女が馬車に乗る際、ガブリエルは従者から逃走用の金貨が入った袋と、マリーの手紙が手渡されました。さようなら、大切なお友達。恐ろしい言葉ですけれど、どうしてもそう書かないわけにはいかないのです。馬をつける命令はもう出してあります。私にはもう、あなたを抱きしめる力しか残ってはいません。ポリニャック夫人は、マリーが窮地なのに、彼女を見捨てて逃げ出したと言われているが、彼女が逃げたんじゃなく、マリーが、逃げるように言ったんだよ。マリーは大切な友達の命を守るために、不安な心を抑え込みあえて気丈に振る舞い、彼女たちを、安全な国外へと逃がしたんだ。マリー。しかし、ランバル公妃は、マリーの元に戻ってきてしまった。ランバル公妃。この行動の差が、二人の人物像を決定づけたんだろうな。だが、逃げろというマリーの命令に従ったガブリエルを責めるのも、かわいそうな話だよ。ガブリエルは家族と共にスイスなど各地を転々とした後、ウィーンに亡命しました。彼女はマリーの元を離れても、手紙のやり取りを続けていたそうです。そこには、ガブリエルとの永遠の友情を誓う、マリーの言葉が綴られていました。それだけが、ガブリエルの心を支えます。ガブリエルはウィーンでマリーの恋人、フェルゼン伯爵と再会しました。フェルゼン伯爵を中心とした貴族たちは、国王一家の脱出計画を立ち上げ、そこに、ガブリエルも関わっていたのです。彼女は、ウィーンに着いてからのマリーたちのサポートをするため、準備していました。1791年6月のバレンヌ逃亡事件の際には、国境地帯で国王一家の到着を待っていたと言われています。しかし計画は失敗に終わり、国王一家はタンブル島に投獄されました。絶望したガブリエルは外出することもやめ、希望をつなぐ知らせだけを、祈るように待つ日々を送ります。しかし、虚偽の調査、違法な告発、次々と動かされる王の支持者。マリーに不利となる情報ばかりが、次々と伝えられ、漢方を読むたびにガブリエルは激怒し、涙を流しました。この頃から、ガブリエルの体調は悪化してゆきます。1792年9月3日、ランバル公妃が、民衆の手によって命を奪われました。知らせを受けたガブリエルは、自分の代わりに彼女が死んでしまったのだと思い、ショックで倒れ、そのまま寝たきりとなってしまうのです。1793年10月16日、マリー・アントワネットが処され、その命を散らせました。ガブリエルは知らせを聞いてから、毎日泣き続けたと言います。その悲しみは、彼女の命の灯火を少しずつ、弱めてゆきました。ガブリエルはマリーが処された後、ルイ16世の弟、アルトワ伯爵に宛てて手紙を書きます。今朝目が覚めた時、すべてが終わったと感じました。私の言葉、考えを語ることができる人は、もはや存在しないので、私は何も言うことも、何もすることも、考えることもありません。彼女は聖人として、苦痛もなく天に召されました。神聖な魂を持つ彼女を、多くの罪で汚されたこの土地に住まわせたくない、創造主が成したことです。王と王妃は殉教の代償として、忠実な友人たちと再会する。私は、再びそこに、加わることはできないのですか？それが、私が私に与えられる、ただ一つの願いです。1793年12月9日、ガブリエル・ド・ポリニャックは、44歳で逝去しました。
マリーを裏切って逃げたという、彼女の人物像は、当時の歴史家たちが、宮廷人や民衆が広めた話だけを集め書いた、一方的な史観の本によって、悪辣に作り上げられたと言われています。そして、彼女を悪としたい人々によって、真実は歪められました。現代では研究が進み、その汚名は少しずつ、注がれ始めているのです。彼女は傲慢で、野心家でした。しかし、守るべきものに対しては確固たる信念があった。マリーを、ちゃんと思っていた。遠い空の下で無事を祈り、王妃の帰還を待つ。忠実な臣下であり、マリーの心優しい友だったのです。彼女の次男ジュール・ド・ポリニャックは、1829年に、シャルル10世の政権で首相になったんだ。そして彼女のひ孫である、ピエール・ド・ポリニャック伯爵の息子が、モナコ大公レイニエ3世となるんだよ。伝説の女優グレイス・ケリーの旦那。現在のモナコ大公は、ガブリエルの子孫なんだね。今では完全に、ガブリエルの裏切り者説は否定されているんだよな。よかったよ。悪者って書いた歴史家許さん。まあ、当時のフランス国民にとっちゃ、贅沢した貴族は全て悪だと思うのも仕方ないけどな。それでは、ご視聴ありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。チャンネル登録していただけると嬉しいです。